はい、皆さんちです。今回もやってまいりました、K の大王編です。今回はちょっとね、ラフな感じで、まあ、いつもと違って、その、なんかプライベート感がある感じで、ちょっと気楽にいきたいと思います。はい、あのね、今日帰ってきて、UFO キャッチャーでゲットしてきたんだけど、これね、モアハンコック。ちょっとごめんね、喉が。モアハンコック買ったんじゃない。アームの跡ついてるかな。あ、ここについてるわ。あのね、ここに、わかるかな、ここ、くぼんでると思うんだけど、ここね、ここ。ここにアームガツってやって、くるっと回して、ボトッと落としたんだけど、わかんないかな。まあ、なんて言うんだっけ、ツバメ返しだっけ、なんて言うんだっけ、忘れちゃった。技名忘れちゃったけど、まあ、とりあえずね、早速開封していきたいと思います。はい、それではね、早速開封していきましょう。まあ今回もね、ゲストとしておちびちゃんが来ております。はい、皆さんよろしく。もう足も、あ、俺の足は見えてねえか。はい、まあここら辺も片してないっていうね、そのまんまです。ほら、おちび危ないぞ、おら、おら危ないぞ、こんね、みんなこういうことしちゃダメだよ。あの、信頼できてるからこそこういうことができるからね。よいしょ。さーてと、まあ裏もね、こんな感じになってて、でこんな感じ。まあボアハンコックにしては結構、なんつうの、まあセクシーさが結構ね出てる感じの、いやー、たまらないっすね。ボンキュッボンですからね。はい、まあ男なら誰もが振り向くでしょう、このこのスタイルね。電車でこういう人が乗ってたら、多分まあみんな見るわな、変態のおっさんたちもね。まあ俺変態のお兄さんだからね。おじさんじゃないから、みんな。もう一度言うぞ。おじさんじゃない。お兄さんだからな。わかったな。おじさんって言うんじゃないぞ。行くぞ。ほい。おお。厳重だな。この子の AT フィールドなかなか硬いな。おお。アンベリカルケーブルでも繋いでやろうか。俺の股間についてる。バカ野郎。バカ野郎。すげえな。真っ二つになってんぞ。もうちょいなんかさ、ねえ、やり方あったんじゃないの、こんな。もうざっくりいっちゃってんじゃん、これ。よいしょ。まあ暇な時があったらね、みんなもよかったらね、なんか UFO キャッチャーやってみたら、そのうちやり方とか覚えてくるからね。おお、すげえ髪の毛サラサラ。なんか貞子みたい。言い方めっちゃサラサラ。これ思ったよりめっちゃリアルなんだけど、髪の毛やばくない、この質。すごいよ、なんか柔らかいんだよ、曲がるんだよ、ふにゃふにゃって。そして来る、きっと来る、めっちゃ可愛いじゃん、この貞子、この貞子めっちゃ可愛いじゃん。ごめんね、爪汚くて、あれだから、俺仕事がさ、何、汚れ仕事だからさ、爪とか綺麗になれないんだよ。おおおお、素晴らしい。このケツがプリケツ、せっかくいいケツしてんのに髪の毛邪魔で見れないじゃん。でもいい髪の毛だな、おい。あ、いや、綺麗ですね。あと今回、うるせえな、外バイク、マジで俺がバイクでてめえの顔面引っ張りながら走行したのかね。すげえ綺麗、マジで。見てこれ。この画面、あれだな、この画面をサムネにしよう。この画面をサムネにしよう、今の。多分サムネになってたと思うよ、みんな。で、あとなんか土台がついてるな。よいしょ。まあ、おちびと比べるとこんな感じ。ベイブレードと比べたら、まあ、4つ分くらいかな。ハンバーガーが4個分くらいかな。ね。これ、今日すごいラフに行くからね。もうプライベートって感じの。みんなと一緒に開けてるよみたいな。お、あ、ヒールでぶっ刺す感じ、ヒールでぶっ刺す感じなのね。うわ、ぶっ刺さってる。直立できない、直立できない、前に重心がいてできない。まあ多分ちゃんとね、箱のなんか平べったいところだったら刺すんじゃね。はい、まずぶっ刺す、突っ立つ。ちゃんと見せろよって話だよな。あ、でも綺麗だね、ボアハンコックさん、綺麗だね、たまんないね。おちびと、おちび、ほら、
ほら、はい、無関心。以上。